橋本喜也の呪術プリスト。はい、橋本喜也です。ココピンです。お笑いケイトです。はい、今回から複数回にわたってお送りする ASJF のアジアンオープン、こちらの方お楽しみしてください。はい、橋本喜也の呪術プリスト。この番組は株式会社ムンディネの金属工事、呪術一式、一徹、イサミ、ラスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今日は11月5日土曜日、愛知県半田市の青山記念武道館で行われた ASJJF アジアンオープン2022の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、今回はですね、アダルト黒帯の試合の数々ですね、陽介ストーが大活躍しております。こちらの方お楽しみしてください。はい、VTR スタート。はい、このね、はい、アジアンオープン ASJJF のね、一番大きい大会ですね。メダルも立派です。こんなギラギランですよ。こうやってね、盾もちゃんと作られております。チーム優勝ですね。はい、アダルト黒帯ミディアムヘビー決勝戦、陽介ストー対ポールウーです。はい、陽介ストー今大会はね、なんとアダルトに参戦しております。普段はね、マスター3なんですが、もうこのアダルトに出て、このミディアムヘビー級のワンマッチ決勝戦に挑んでおりますね。黒い道着の陽介ストー、白い道着のポールウーです。ポールウーはね、イヴァン坂本 BJJ ですね。陽介ストーはインパクト BJJ の総代表。この2人の一騎打ちどうでしょうか。さあ、今これ片足タックルを潰してるところですかね。さあ、今潰して、今上を取ろうというのが陽介スト。これ今ハーフガードになりました。さあ、ハーフガードの状態で、真ん中に戻ってます。はい、さあ、ハーフガードからどういうふうに返していこうというところでしょうか。はい、大根君、ここはどういった展開が見込まれているんでしょうか。そうですね、陽介選手は、左手で相手の首を抱えてたんですけど、まあ、それで相手の顔を逆に動かしたいですね。ハーフパスするときは。で、今シチュエーション変わってオープンガードのパスのシチュエーションで、かなりいいポジションですね。まあ、相手の選手の右膝だけが最後のフレームとして残っているので、それどかせばっていうコース。はい、このまたハーフガードになりましたね。そうです。さらにアプラ引き出してます。陽介選手は、まあ、右手で脇差したりとか、左手でクロスフェイス作るのを狙っているのかなというふうに思いますね。今ちょっとクロスフェイスが入り始めて、右手で、あ、でも足抜け、まあ、足抜けましたかね。さあ、パスガードが入るかどうか。まあ、入ってもおかしくないですけど。そうですね、まだレフリーはポイント入れてない。1、2、3。はい、ここでやっと入りましたね。今パスガードのポイント入りました。陽介選手、展開が早いですね。さっきのハーフガードパスした時も、まあ、クロスフェイスとアンダーフックといろいろやりながら足抜いてっていう、相手の選手はそういうふうにいろんなアタックされると対処が難しいですよ。はい、そしてそのマウントのような状態から今腕を決めに行ってますかね。三角一応組んでるんですけど、足の組みがまだ、足首同士で組んでるので、まあ、腕狙ったりとかスクイーズする形で、足をスクイーズする形で決めのプレッシャーかけてるのかなと思います。はい、この状態のポイントは入りませんね。そうですね、マウントには入るんですけど、三角の組だとマウントの得点は入らないですね。さあ、そしてまた三角の形にはなっていますが、これはどうか。さあ、今三角に行く前に決めましたね。はい、陽介ストー、この技はモノプラッタと言ってました。はい、モノプラッタで一本勝ちの陽介。はい、アダルト黒帯オープンクラス1回戦、陽介ストー対ルイス高山です。はい、
洋式ストーね、オープンクラスは白い道着に着替えて出てきましたね。洋式の対戦相手ルイス高山、ダニエル小黒 BJJ ですね。さあ引っ込んでいきました洋式オープンガードですね。さあこれはどういう状況でしょうか大柳くん。そうですね、今両袖持ちながら相手の様子見てる感じですね。で相手の選手が膝ついてるので、まあ、クローズとかしてもいいと思うんですけど、オープンで様子見てますね。だから結構ゆっくり展開作ってますね。いろいろできる動きはあるんですけど、相手見てる印象です。そうですね、今三角も、一応かけていますが、これを決めようというような動きではない感じですがね。とりあえず足をかけているような状態、少しずつ微調整ですかね。そうですね、相手の選手がちょっと動き少ないので、陽介選手も、まあ、あんまり焦ってはいかずに合わせているように感じますね。はい、三角の形からちょっと溶けましたね。そうですね、多分バラとプラザ狙ったんですけど、頭上げられて抜けてっていう感じですね。で相手の選手が今噛みつきに入ったんですけど、ジョンウェインスイープで、ね、ああもう今これ上下入れ替わりましたね。これポイント入りますかね。あでも左手が中入ってるので、はい、アウトの点は入らないんですよ、ね、左手が足の間で、はい、おで腕固めいきました。はい、これがなんとバイオリンアームロックという感じで1分41秒、一本勝ちでした。はい、アダルトクローブオープンクラス決勝戦、ポールウー対ヨースキストです。はい、またこの決勝戦でね、ポールウーとの対戦になりましたヨースキスト、はい、さあ今これ立ち技の攻防になってますね、はい、そうですね、まあ、さっきポール選手がハーフガードだいぶコントロールされてたので、ちょっと戦い方変えてくるのではというふうに思います。ここで今度はヨースキ選手テイクダウンして、一気にバックの展開ですね、はい、一気に、はい、シングルバックで、上野選手は腰ずらしたいですけど、ちょっと難しいっていう感じですね。ちょっとこれは中途半端なポジションですね。まあ、でもかなり陽介選手が有利なポジションで、まあ、バックも行きたんですけど、肩固め今肩固めみたいな形ですね。ここからクラッチ作れば肩固めだったんですけど、トップでこれで多分テイクダウンの点が入りました。で今、まあ、スマッシュレッグウィーブの形けどまだ片足残ってる状態ですかね。でもかなり上半身いい形ですね。で今ハーフガードになって、まあ、さっきの試合と比べて結構オープンガードの攻防が多いですね、うん、で脇刺されたのに対してリバースハーフで対処しようとしたけど、また戻ってで脇刺しに行ってます。さあこちら脇刺されるような感じですが大丈夫ですか。今度脇は刺されなそうなんですけど、頭でかなりコントロール作ってます。あ、パスしましたね。はい、まあ、下の選手はまあちょっと押すしかないって感じですし、まあ、吉木選手はポジションキープしながら2オン入って、まあポイント重ねながらポジション進めたいですね。さあ今これはニンザベリーまで入りますか。そうですね、今入りましたね。まあ、マウントに行くプレッシャーかけながら、相手の人がリアクションしてきたら腕とか襟とか持ってサンミッション狙うっていう感じになると思います。まあ、今右手で多分手首とか押しながらちょっとサンミッションのテンションかけてると思います。でマウント行きます。さあこの今マウントちょっと中途半端な形になってますけども、これはポイント入らないですね。そうですね、左手が抜けてるので。そうですね。さあそして反対側に回っていって、これパスガードのポイントになりますか。まあマウントからなのでなんないですね。でまあ陽介選手は今結構相手の
リアクション待ってるというかリアクションを作りに行っていると思いますね、うん、結構相手の選手がそんなにあのエスケープの動き多くないので陽月選手はちょっとずつ動き見せて相手の動き作ってっていう風な感じだと思います。で腕抱えました。まあここからは横向かしてスペース作ってアームバーとかがいけますね。さあ今あのチョーク、ハンマーチョークですね。ハンマーチョークですね。すごいですね。結構サミッションのバリエーション多くてすごいですね。様子きます。サイドからねリスクなしで決めれますからねこの技は。あっと顔の向きを動かしつつ決めに行って入りましたね。相手の喉元にね前腕が食い込みました。締めで一本勝ち、様子きストーです。インパクト BJJ 様子きです。今日会期をギーのギー優勝しました。まあのギー3試合でギーも3試合一本勝ちで嬉しいです。みの上いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。おーす。はい、試合の数々見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、この陽月ストーね、この道着の試合はねアダルト黒帯でダブルゴールド、そしてねこの、紹介した試合以外にも道着でもダブルゴールドということで4つの金メダル、クワドラプルゴールドという快挙を成し遂げております。大柳くんどうでしたか。陽月選手は立ちもできるしトップもボトムもできるポジション多いしサミッションもバリエーション多いし展開が早いしすごい試合見てて面白い選手だなというふうに思いました。はい、 CM です。柔術プリースト、柔術プリーストセレクション、今回紹介する商品はこちら、イサミのアンダーショーツです。じゃあアンダーショーツなんですけれども、まあ、道着の下に着たりファイトショーツの下に履いたりあとはジムのトレーニングでも履くのにおすすめのショーツです。生地がポリエステルなので汗が乾きやすくてかなりおすすめです。ウエストはゴムのみですね。サイズが XS から XL まで、商品の価格が2310円になってます。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今日は SJJF アジアンオープン2022の試合を見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、今回ですねアダルト黒帯の試合を見ていただきました。次回はですねマスター黒帯の試合の数々見ていきたいと思いますのでそちらの方もお楽しみにしてください。はい、橋本キアの柔術プリースト、この番組は株式会社ウェンディレロ、金属工事柔術一式一徹、イサミラスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本キアの柔術プリースト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら。